今日はですね、二人に即興寸劇に挑戦してもらいます。はい、即興寸劇っていうのは、はい、みんないつもなりきりやってるでしょ、二人とも。なりきり。なりきりやるときは、ちゃんとセリフ決まってるでしょ。決まってない。パパが台本作ったやつをそのままやってもらってるけど、今日は台本ありません。ないのにやるの？そう。そして、この、ででん、この箱の中にね、これね、やり方この中にセリフが書いてある紙が入ってます。で、2人にこれを交互に引いてもらって、この中に書いてあるセリフを使って勝手に物語を作ってもらいたいと思います。物語勝手に？そうです。物語もうということで、早速やってみましょう。はい、それでは即興寸劇来た。だからスイッチは世界を救うために作ってるんだ。そんな、はい、そんな大切なものを家で作るな。あ、そうね、やだ、絶対に作る。何トイレ行きたくなってきたんだって。なんだこれ。なんて書いてあんの？先生に怒られる。とにかく人の上のものを壊したら先生に怒られるよ。怒られるの嫌だ。なんだこのストーリー。なんでこっかいてあったんだ。勝負だだって。なんでこうやってダークフィー勝負だ。よし、勝負だ。ピタゴラスイッチを壊した勝負だ。まだ忘れてなかったんだ。そしたら僕も
はトゥダンドゥダンドゥダンドゥダンパパだー。なんでパパだー。なんでなんでパパの顔パパの顔パパの犯人ハッ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 パパは犯人じゃない。文句があるならかかってこい。